いや超懐かしくないこれ見て、黒襟ループ。いやマジで懐かしくないこれ。これね情報修正もらいまして、幻突できるようになったんと、七強3つになったんと、まあ、スキブは圧縮されなかったというかプラスにならなかったけど、まあ、無効貫通ついたり、まあ、超覚醒がつきました。でこれですね、やっぱり6ターンの間 40% 割合回復のこのループさせていくやつ、いやーこれいいですね。早速使っていきましょう。でなんかね YouTube でさ検索したんですよ、黒いループリーダーみたいな感じで検索したらさ、まあ結構2年前とか2、3年前に流行ったから、それぐらいの時になんかバージュリで結構回ってる人がいたんで、ちょっとそれ参考でやってきた。いや楽しみ、マジで使うの。どこ行く？どっか行けるとかあるかな？金曜の闘技場とかってどうだろう？ちょっとわかんねえな。ちょっと俺のまあちょっとあれですね、なんでしょう、トーク的にもちょっと持たないと思うんで、ちょっとケサルコアテラとか、あどごめんなさい、百花繚乱2でいいですか？すんません。なんかすげえ行く気起きないんだけど、すげえ百花繚乱2めちゃくちゃやる行く気起きないけど、まあさっきの同キャラ禁止だったから、ちょっと継承がですねバランスタイプのキラー、バランスキラーで黒襟にポップかな、で黒襟に雲大星、封じにバインドで、キャプテンアメリカにチーム HP、プレーナにプレ、ちょっとバージュリバージュリで組み合わせたかったんだけど、まあちょっとフレンドいなかった、言ったかな、フレンドいないんですよ、フレンドいなくて、まあちょっとバージュリプレーナで対応していこう。まあ結構ヤシャマルですね。うわめっちゃ楽しみ、ちょっと前昔のなんか記憶をすごい取り戻せそう。これ打ってこれ無限耐久編できるんですよ。神のいたずらとか来るけど、なんか抑えてるけど、見てこれちょっとダメージ打ったいな。まあまあちょっと回復処理して、ちょっと待ってまだこれからなんだよ、待ってね。この子ダメージ弱いのかな、あ弱いね、ちょっとダメだ、ちょっとこの子火力優しすぎるんで、ちょっとダメだこれ、ちょっとごめんね、あれするわ、突破していくわ。でちょっとダメージ量でかいキャラたちいないかな、子たちいないかな。ヘラクレスは弱いてこの子は弱いて、まあいいでしょう、あれ割合だったよね確か。うえー、ちょっと待ってこれ打って、で見てね見てね見てね見て、こんだけ回復すんだよ、10万で。いや無限耐久編よこれぞ、本当にもう鬼滅先取りよ。いや待ってマジで楽しい、これもう負けないですね、負けないですこれ、絶対に負けないですこれやべ楽しい、やばすぎこれ。まあここら辺でいっか。いやマジですごいねこれ。昔ね俺もですね本当にまだ動画投稿者前だった、動画投稿者ゲーム実況者前だった頃の話なんですけど、いやモンポがめちゃめちゃなんか苦しいなとか言って、モンポなんかフェス券とか売ったりして、5万のフェス券とか売ったりして、すげえなんかもったいねえとか言いながら、一人でね2体買ったんす、記憶あるな、すげえ。そうですねすごいさ、1体75万だから150万か、2体で150万モンポイント、当時はすっごい高い、本当に高すぎなんで、高かったんですよ本当に、もう高価なもの、本当にロレックスの携帯ぐらい、携帯じゃないわ、ロレックスの時計ぐらい、結構高価なものだったっていう扱いだったんですよこの黒襟、本当にもう高値の花って感じだったんですけど、いやこれ、いや使える、強化されたのマジで嬉しい。で俺さ唐突に話変わるんだけど、チャンネル登録者数さんがどうしようかな、1万人、ね、本当に程遠いね本当にそんな無理だろって話なんだけど、多分ねチャンネル登録者数さんが1万人とかいったらさ顔出ししようかなと思って顔出し結構ね顔出ししたよ、さっき見たんだけど
顔出ししたいなと思って、普通にお顔を出しちゃうのかな、出そうかなと思ったんですね。ワンチャン1000人、ワンチャン1000人とか時行ったら出そうかなともちょっとは考えたりもしてる。顔出しって怖いよね。顔出しめちゃめちゃさ、なんか吉沢亮ぐらいのイケメンだったらさ、すげえチャンネル登録者数も爆伸びするんだろうけど、ちょっとやってみたいな。顔出しすごい興味ある。すごいなんかそういった意味ではすごい興味あるな。で7、8、9、10、 OK。 押し切りやストライクさんじゃん、隠しキャラのあれは秘宝のやつ。 OK。 で待ってね、固定置いちゃうんだ、視点同時ね。え、でも待って、あ、撃っちゃった、撃っちゃった。これこうしてで、いてくね、全然いてくね。ハエが殴ったのかな。いいですねこれ。いやマジで楽しいこれ。いや全然食らわねえ、全然食らわねえ。いやもっと来いよ、もっと100億ぐらい飛んで来いよ、ダメージ。おい来いよ来いよ、いてくねー、いてくねー、全然いてくねえわ。いやもっといけるよ、もっとちょっとノーカットでいくか。もっと耐えれんぞ俺、もっともっと出しても、本気出していいよ、もっと本気出していいよ、本気出していいよ、もっといてくねー、全然いてくねー。オッケー、倒しましょう。茶番はこれぐらいにしといて。うわマジでこれ嬉しいわ。強化無効貫通火力も高くなったし、オッケー、まあこれでいい、うん、ちょっとこれでいいや。いやー黒いグループいいですよ、すごい。まあ、今時なんか使うところないんだろうけど、わかんない、それはわかんないけど、結構ね最近 HP3 倍とかいるじゃん。HP3 倍とかさ、 HP2.8 とか 2.5 とか 2.6 とか 2.7 とかいっぱいいるじゃん。結構だからそういうリーダースキル持ってるキャラにはすごい最適かなって思っちゃうかなって思ってます。よし、まあ結構良ければチャンネル登録とか高評価よろしくお願いします。じゃあね。